こんばんは、ジェシカです。激しいさん、次ベーシストが変わります。大人の事情で、そうですよ、大人の事情でですね、いろいろとまあありまして、西くんありがとうございました。ありがとうございました。唯一の平成生まれでいいのかな、唯一でいいでしょうか。あと平成がいない。本当にいない。それじゃ違います。友達いないんでよろしくお願いします。本当にいないんで。おいえ、西ちゃん、いえ。土曜日いつも一人で七丸にいますので、この人は。
次は初めて歌うんですけれども、ジャーニスを歌います。おい、ムーブオーバーです。おい、もう一曲ありますちょっと…股間ぶつけましたもう一曲ありました。若さん&じゃあ先ほどのスジャートのボーカル若さんにも入ってもらいます。クリープはですね、多分登録商標入ってるんですけど、スジャートは仏教用語らしくて、はい、その通り知ってた方、はい、はい、あちらの黄色い方はお坊様ですので、ね、お坊様を目の前にちょっと説明していいと、どうぞ、いいですか。お釈迦様が修行してて、もう死ぬダメだっていう時に現れた少女の名前なんですよね。修行終わってから、終わってからでしたっけ。あ、やっぱ俺まずいなで、そこでなんかお粥を与えてお釈迦様を救ったみたいな感じですね、はい、っていうことですけどね。うちの成り立ちは全く関係なくてそうだろうな。いろんな人に、ま、混ざれるっていうバンドを目指してましたので、なので入れ替わり立ち替わりいろんな人ね、できるように。最初は3人でしたけどね、このベース、ドラム、ギターの3人だけだったんですけども、
最初別なボーカルさんもいましたけどね、カズさんってね、いましたけどね、今いないので、もう誰がボーカルだかもう分かりません。暫定に今、若さんがボーカルですけど、はい、暫定の若です。あの、ジュラヤタのね、名前の言われも皆さんどうでもいいです、ジュラヤタにとっては。ただ適当につけたとしか言いようないんですけども、ただ、非常に覚えやすいからということで、耳の奥にでもね、しまっていただければなと思います。はい、それとね、今日ジェシカね、また、この曲を歌えるかと思うとすごく私は嬉しいですが、最近入るのヴィンテージトラブルというですね、ソウルバンドがあるんですが、その人たちの曲をやりたいと思います。はい、じゃあ、それで、この曲やってね、一回休憩ありますんで、おトイレとまたお酒を買ったりとか、タバコを吸うとか、タバコはですね、3階に上がっていただいて、一番奥の左の部屋で、吸えるようになってますんで、一つよろしくお願いします。じゃあこの曲いきましょう。12分からよろしくお願いします。